堀川ひとみの歌の国から。皆さんこんにちは。うつ病の克服と発達障害の発覚を経た人生を晒して歌うシンガーソングライター堀川ひとみです。ドリームキングダムカントリーキャッツさんからバトンタッチをいただきまして、11時半からお届けしますのは堀川ひとみの歌の国から。この番組は堀川ひとみの歌とトーク、そしてみんなからのメールによって素敵な相互理解を考える番組です。ここはスタジオのあります小杉タワープレス周辺の午前中はですね、晴れたり雨が降ったりと、もう何とも油断ならない天気でですね、私は自転車でスタジオまで通ってるんですけれども、すっごいもう油断ならない感じ、緊張感あふれるドキドキな感じでした。でもですね、もう少しでスタジオに着くっていう時に、突然すっごい和む出来事があったんですよ。向こうの方からね、白いホワホワしたワンちゃんが駅方向からですね、お散歩でポポポポッとやってきたんですね。わ、かわいいなと思って見てたんです。そしたらですね、私の3メートルぐらい手前か、5メートルぐらいかな、距離感覚よくわかんないんですけど、だいたいそのくらい手前で突然ね、前足がふわっと地面から浮いて横に平行移動したんですなんか後ろ足軸にしてこう横にふわっと平行移動したんですね。何だろうと思って私最初びっくりしたんですけれども、よくよく見てたらですね、ワンちゃんがあまりに斜め方向に一生懸命走るんですよ。早く早くみたいな感じなんでしょうね。お散歩嬉しいみたいな感じなんでしょうね。であんまりに斜め方向に走るから、飼い主さんとしてはですね、他の人の邪魔になるからって言って一生懸命手綱引っ張ってですね、元に戻したんですね。これね、ちょっと邪魔でしょみたいな。でワンちゃん的にはですね、あれーみたいな感じでですね、その戻され具合がね、めっちゃめちゃ可愛くってすっごく和んだんですよ。で、まあそんなことがありつつですね、緊張感の緩んだところで雨に降られちゃいましてですねもうちょっとでね、完全に濡れずに済んだんですけど、ちょっとだけ濡れちゃいましたですね。今は、結構見てくださってる皆さんも傘を持ってますね、今日はね。はい。はい。ということで、皆さんも突然の雨に注意しながらですね、今日の放送、そして日曜日を楽しんでください。それではですね、早速今日の1曲目を紹介したいと思います。そんな雨の天気を吹き飛ばす、この和みな一曲、聴いてください。私、堀川ひとみの曲で、ケムピー音頭。皆さんこんにちは、堀川ひとみです。今日は、歌の国の、ページから配信しています。ちょっと何を隠そうですね、ドリームキングダムの、ユーストリームですね、ちょっといつも配信しているのが、局内のスタジオの中のパソコンなんですけど、ちょっと調子が悪くてですね、今日うまく配信ができなくて、カントリーキャッツの、番組の方もですね、すごいもう大変って言って、結局うまくこうできなくて、でしょうがないからですね、私はこれね、スマホからやってます。でこの間スマホで鶴岡から配信した時にすっごいもう途切れだったりとか、すごい大変だったの。だからひょっとしたら今回もなんかあるかもしれない。こうなんかずっと全部撮ったのになんか音が入ってないとか、そういうことがあるかもしれませんが、だったらごめんなさい口の動きでね、あいうえー、おみたいな感じなので、口の動きで、読んでいただければ
嬉しいなと思います。あとはですね、あの後からポッドキャストが配信されますので、そちらで、ぜひお楽しみください。今日はですね、なんとちょっと、まあ、そんなこともありまして、カントリーキャッツさんの時にですね、私一生懸命あの配信の方をですね、お手伝いしていたので、こんな感じで失礼します。今日はあのメガネの姿でございます。あのパソコンの光とか浴びるとね、青色に光っちゃうのね。あのパソコンの光をこう弾くメガネなので、ちょっとね青っぽくて、ごめん、なんかスタジオの中でこんな格好なのに、すっごいなんかあのなんていうんですか、サングラスしてるような感じになってますけどねまあ今日はこんなこともあるってことで楽しんでいただければ嬉しいなと思っています。なんかちょっとこのカメラで撮ると肌色がちょっと赤っぽいですね。私が赤っぽいのかな、大丈夫かな健康大丈夫かな私、そんな感じで、今日は楽しんでいただけたらと思いますので、張り切っていきましょう。イエイ。はい、お願いします。電源切ってもらっていいですか？これですか？うん、電源いるの？あ、いる？あ、これ？じゃあこれはつけたもの。ちなみにデジカメでも撮ってるかも。撮ってます？はい、今回のウィークリーポッドキャスト、いつも大変コンテンツ供給ありがとうございます。本当にね、長いお付き合いになりましたけれども、これからもですね、張り切って、うちの番組に、耳寄りな自閉症関係の、情報をですね、お届けしていただけたら嬉しいです。ということで、この方を呼んでみたいと思います。そよちゃん。はい、ひとみさん。毎月第1週担当、地元川崎新庄高校サッカー部出身、フロンターレが大好きなポッドキャスター、そよちゃんこと龍馬の父です。このコーナーでは毎回発達障害情報をはじめ、地元川崎ということで、デジカメ画像でご覧の皆様、こんにちは、堀川ひとみです。ちょっとだけ間違えのコーナーですが、本日はですね、ちょっとニューストリームの方がですね、すごく何て言うんですか、今日のこの小杉タワープレイスの天気のようにですね、不安定な感じになっておりまして、あのログインができるんだけど、なんかあのカメラがうまく起動してくれないのか、そんな感じみたいですね。障害のある方が様々な場所で働いていることを、はい、なのであのいつもですね、ユーストリームに遊びに来てくださっている皆様にとってはですね、すごくあのいつも楽しみにしてくれている方には申し訳ないんですけれども、今日はですね、ユーストリームの放送がまだオフラインになっております。これがですね、私の放送が終わるまでにオンラインになるのかということで、私もネオンを送っておきたいと思いますけれども、私変なネオンを送っちゃうと困るかな、逆に繋がなくなっちゃったりとかして、明るく楽しく諦めない子どもの才能の見つけ方伸ばし方の演題で特別講演をされます。ご子息の信之さんは、皆さんご存知のように視覚に障害を持ちながら、2009年バンクライバーン国際ピアノコンクールにおいて日本人として初優勝されています。お母さんのお話は大変興味深いですね。また14時25分からは共に働くをテーマに、3つの企業や就労機関のパネリストを迎え、パネルディスカッションが開かれる予定です。なお入場は無料です。参加に際しては事前申し込みが必要とありますが、直接電話にて問い合わせしたところ、まだ席があるため事前申し込みがなくても参加は可能とのことです。場所は JR 武蔵溝ノ口駅近く、川崎市高津市民館大ホール12階、日時は13時からです。お時間がある方はぜひご参加されてはいかがでしょうか。さて、今回はここまで。以上、情報紹介は
つよちゃんこと龍馬の父でした。それではひとみさんにお返しします。はい、つよちゃんありがとうございます。あのね、私がかねてから思っているこう観点においてですね、あのこの辻井伸行さんというピアニストの方はですね、すごくこういいお手本だなって、私もすごくこう頑張りたいなって思う、目指す、ところと近いですね。あの障害者の方っていうのはですね、あのやはりその例えばいろんなこう枠組みっていうんですかね、そのまとまりがありますよね。その団体だとか、グループだとか、そういうこうなんて言うんだろうな、こう例えば視覚障害者の方であれば視覚障害者の方のためのなんかこうイベントとかがあったりとか、あと私たちその発達障害者、あの障害者においては発達障害者のためのイベントとかね、そうコンクールとかね、そういうことがあったりとかしますね。なんですけど、あの私が思うにはその枠をこう払って取り払って、その一般の枠でも勝負できる才能っていうのがですね、あの初めてですね、その世の中に認められるクラスの、才能である可能性がすごく高いなと思っています。だからその障害者の枠の中でその活躍をしていくっていうのもすごいことだと思うんだよ、すごいことだと思うんだけれども、でもやっぱりその次にはですね、ステップとしてやっぱり階段を上っていってほしいというか、その人間というね、全、まあ平等な人間という枠において、まあこう活動をしていってほしいなって、すごく思っています。私もそういうところを目指しておりますね、人間の世界で揉まれていきたいと思っております。9月の3日高津市民館、お母様の話は当事者の、ね、親御さんなんかにとってもすごくこう勉強になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。以上、本日のウィークリーポッドキャスト自閉症ニュースでした。そよちゃんありがとう。さてさて、ここからはですね、皆さんからいただいたメールやお手紙を紹介するコーナーです。今回のですねお題なんですけども、私の夏自慢ということで、それぞれのですね、夏の失敗談、成功談、楽しかった思い出などを募集してお送りしております。早速紹介していきましょう。兵庫の有名度ありがとうございます。ヒータンの、鶴ヶコンサートに行った時のことです。鶴ヶの街を歩いているとかまぼこが名物らしいと分かりました。そこで発見したのがかまぼこ定食。メインディッシュはかまぼこの輪切りで、それにキャベツの千切り、お味噌汁、ご飯で900円でした。これでは食べるのが辛いと思って食べなかったけど、今となっては気になって仕方なくて後悔してるのがこの夏の失敗談です。ということでそうだよ、かまぼこ定食食べた方がいいよ今度来るときはぜひ、食べてみてください。来るときはだって私も行くんだけどね、鶴ヶにはね、はい、今度行くときはぜひ一緒に食べましょうね。その時ね、その土地の名物をこう食べないで終わっちゃうっていうのは確かにすごい残念な思いをすることがありますけれども、でも食っていうのもさ、いろんなタイミングがあるじゃない。なんかこうさ、胃もたれしてる時にこうちょっとしつこい系の名産物っていうのはあんまり食べたくないし、でもさ、最終的にこうその時無理してでも食べときゃよかったななんて思うわけなんですけどね、すごい悩ましい選択ですよね、それってね。はい、それでは続きまして、千葉県のノフノフちゃんありがとう。夏休みの思い出は旅行ですね。食べ歩きしました。ダイエットを中止して笑いそっか、一日中食べ歩いていても美味しい夜ご飯を目の前にするとかなりの勢いで食べてしまって、夏に痩せるっていう人がかなりいる中で私は一人太ってしまいました。夏痩せをする人が羨ましいこの頃です。ということで、これあれですね、のふのふちゃんはもうさっき言ったその名物が目の前にあったら絶対食べるタイプですね私は迷った挙句食べないかもしれない、あのあれだな、一口ちょうだいっていうタイプかな、ちょっと食べたいみたいな、そんな感じです。続きましてガリレオハマさんです。こんにちは。この夏ですね、なんだ
続きこの夏少し前から不協和音を奏でていた冷蔵庫冷蔵庫が不協和音ってちょっと怪しくない？大丈夫？急に音が大きくなったなと感じて3日目に静かになった。静かになった途端冷えなくなったおめでとうございます。買い替えだ。冷蔵庫買い替えの時期と思いながら、こういったことはすぐには動けない私、なきゃないように暮らしたらよいかということで、ねえ、放送がオンエアされるまでに新しい冷蔵庫は点々点はてなって書いてありますけれども、入ってますか新しい冷蔵庫お宅に。ねえと思ったら、ん？何？換気扇も動かなくなった。あらららららら、すごいですね。換気扇が動かなくて冷蔵庫が動かないということは、その現代的な、キッチンとはちょっとこうかけ離れてきているということなんですよね。うん、だけど何て言うんだろうな、私なんかも結構ね、飲み物とかもうそろそろさ、ちょっと涼しくなってきた頃だから、部屋の中に置くタイプなんです。室温でこう水とかも飲んじゃうタイプなので、なんかこう腐敗とかに気をつければ、まあ、しばらくはこの季節は大丈夫になってくるような気はしますよね。まあ、少なくとも日が当たるところに物を置かない、これは鉄則ですけどね。はい、あと換気扇がなくなったということなので、こまめに換気をしてください。ちゃんとドア開けたりとかね、窓を開けたりとかしてね、置かないとこう匂いがこもっちゃうかもしれないですね。魚焼いて何日間ぐらい匂いがこもってるかとかね、記録を作っちゃダメですよ定期的にちゃんと入れ替えてください、空気をね。はい、ということで、リクエストいただいてますので、これは後ほどかけたいと思います。あと、東京都のケイジさんからいただきましたね、ありがとうございます。私の夏自慢ですが、今年の夏はあえて一言、失敗でした。あら、どうしたの？なんかあったの？あら、スタジオの外で一生懸命うんうんってうなずいてますけど、そんなけいちゃんからの報告です。今年はあえて失敗でした、というより医療費がかさんだ夏でした。これちょっと私も頭が痛い話だな。先月、暑がりおは寒がりのメールコーナーで室温を24度にしているという話をしたと思うのですが、したね、うん。で、初期の頃は喉を痛めてしまいました。ダメじゃんダメじゃん、喉を痛めてしまうぐらい、あ、でもね、知ってる？室温ね、24度でしょ？で、お外はさ、もうそれよりも5度以上高いでしょ？多分そういう時って30何度とか、下手したらもう40度近くになるような真夏日もあったと思うんですけどね、暑い時なんか。だけど知ってた？ね、5度以上気温の変化があるところに急に入ると、喉は風邪をひいたのと同じような状態になるらしいです。これボーカリストの人の中では結構常識です。で、なのでそういう気温差には本当に気をつけた方がいい。涼しいとこがいいって思ってるのはもうしょうがないけど、その気温の変化だけはちゃんと気をつけてケアした方がいいです。で、初期の頃は喉を痛めてしまいました。加えて冷蔵倉庫で働いているせいか、室温のコントロールが乱れて最初は咳ばかりしていました。そっか、冷蔵倉庫か。これがなかなか治らなくて、初めから心療内科を兼ねた内科に行けばよかったのに、耳鼻咽喉科に行って内視鏡を突っ込まれてしまい、医療費が半端でなかったくらいでした。挙句の果てには目まで痛めてしまい、内科感覚ですぐ治るだろうと思ったら、薬を変えながらやっていきますのでと言って毎週通う羽目になって、やっと先日、医師の口より、治療終了宣言を出してもらったくらいです、ということで、これ眼科に行ったのかな。ね、今年の夏は医療費がかさんだ夏でした、ということで、来年こそはヒータンみたいに海に行ってのんびりしてこようと思いますって書いてありますがそうだよ、なんかそういうこうさ、天然の涼しさでこう癒されるみたいな、そういう経験をいっぱいした方がいいと思いますね。足だけ水につけるとかね、そういうのだけでも全然変わるよ、体感温度って。だからそういうのをね、ちょっとこまめにやって体をうまく冷やす。あとは体を冷やす食材っていうのがあるのよ。だからそういうのをね、うまく使って
それで、夏を乗り切ると、ね、夏野菜なんかはねほとんどが体温を下げる食材なんですよ。よくできてるよね。だからねよく考えるとね。でそんなことでですね、うまく私は乗り切っていたかと思いきや、最後に9000以上円になって私も医療費がかかった人ですね。はい、ということで念のためですね、今年じゃないや今月意を決して一応念のためにですね胃カメラを受けてこようと思って、うん、まあ体をね大事にね、そういうことに越したことはないので、ぜひ慎重にね体の管理をして、もうこれから急に寒くなったりもしてくるかもしれないのでね、残暑も厳しいですし、ぜひ体をケアしながらですね皆さん頑張っていきましょう。ということで、以上メールの紹介のコーナーでした。ここでリクエストにお答えします。ガリレオ母さんからのリクエスト、明日難民。線が入ってるんだよね。ん？これさ、これだとここに線入るじゃん。うん。ここに線入る。あれ？ほら、ここに線がある。あ、でもこれは HTML の設定とかでありえますよ。うん、この？多分、下線を表示しないとかって。え、そんなことないよ。だってほら、この辺とかは出ないじゃない。あ、出るか。これは？あ、出るわ。ここだけないんだ。こっちは？ここもない。これは出ない。これはとにかく、なんか見え方がおかしくなってるっていうのは確かですね。ブラウザを変えてみるっていうのはどうですか？どうやって変える？Google Chrome でも入れてみる。こっそり。それで見た目変わらなければしょうがないから、ちょっとアンインストールして戻しておけばいいし、見られるんだったらそのまま残させてもらった方がいいかもしれないです。ちょっと失礼します。お願いします。ここに検索ワード入れてそのままユーストリームに入ると、これでいけませんか？多分 IE が対応してないかも。私堀川ひとみの活動情報をお届けしたいところなのですが一個ねメールが届いたんで紹介したいと思います。私の夏自慢、この夏てんてんてん彼女ができた、イエーイ、そんくらいかなって言ってくれたのは
りょうたむです。ありがとうございます。宮城のりょうたむおめでとうございます。はい、スタジオの外でも拍手が巻き起こってますけどあの皆さんも彼女を頑張ってゲットしてくださいということで、はい、そんなことでですね、ねこれ夏、この夏できたっていうことは、今これを報告できてるっていうことは、ひと夏の恋で終わらなかったっていうことですからね。もう超コングラチュレーションって感じですよね。はい、それではまたおのろけ報告待っておりますよ。はい、りょうたむでした。ありがとうございます。それではですね、続きましてですが、私のですね活動情報を紹介いたします。なんといってもですね、皆さんにお伝えしたいのは10月の20日歌の国創立記念祭。こちらがですね、高津のですね、工事ホール、溝の口からも近いですけれども、工事ホールという岩崎酒店ですね、酒屋さんの作った、不思議な小さいアットホームなホールで、ライブを行います。前にね、ひったん生誕祭で使ったような会場ですので覚えていると思うんですけれども、ぜひぜひ、今回も足を運んでいただきたく、いろんなことを考えているの、どういうふうにしようか、こういうふうにしようかって。でもこの後のですね、歌の国としての活動のこう予告だとかですね、そういうなんか何らかのこう報告、大事なご報告もできればと思っているので、ぜひチェックをしていただきたい、今回の創立記念祭でございます。なんといってもね、記念すべき第1回だからね。しかも私の創立記念日っていうのはですね、歌の国の創立記念日っていうのは8月なんですよなのに10月にやるって、それほど大事な大事なのかよくわかんないけど、そういうね、不思議なイベントなんで、ぜひ遊びに来てください。チケットの買い方等々ですね、ブログの方でもアップしていますので、ぜひチェックをしてみてください。ということで、ブログを見てねということで、以上活動情報インフォのコーナーでございました。はい、今回はですね、私の夏自慢というお題で皆さんからメールを募集してお送りいたしましたが、いかがでしょうかね。これいろんな夏自慢がありましたけど、割と失敗談多かったですねこれ冷蔵庫壊れちゃったっていう、ガリレオ母さんかな、ガリレオ母さんのメールもあり、医療費がかさんだっていう刑事さんのメールもありね、かと思えばですね、もう幸せ満面のイエイっていうね、顔文字まで、つけて彼女できたって報告してくれるりょうたむやら、まあ、いろんな顔がありますね。一口に夏と言ってもいろんな思い出をこう持ってですね、秋に向かう、悪いことがあった人もいいことがあった人もですね、次は秋ですよ、過ごしやすい秋なので、皆さん今度こそね、みんなが笑顔でいられるように、私も歌で応援したいと思いますので、これからもですね、この番組も楽しみに聞いていただけたら嬉しいなと思っています。次回のお題なんですけれども、芸術の秋を先取り替え歌選手権、噛んじゃった、もう一回いくよ、芸術の秋を先取り替え歌選手権です。メールの宛先は fm@歌の国.com です。私の歌を使って華麗なる替え歌を作ってください。一節でもいいです。ちょっと部分的にでもいいです。サビの一節でもいいです。ぜひたくさんのメールをお待ちしています。それでは素敵な日曜の午後をお過ごしください。お相手は堀川ひとみでした。引き続き川崎 FM をお楽しみください。バイバーイ。